余命ゼロだった彼女は輝き続けて、そして消えた。思い出してくれ、私がしたいことを代行してほしい。これ全部やってもらう。こんなところに閉じ込められて死ぬのを待つだけなんて残酷じゃないですか。もう何度も会えるわけじゃない。真水！ねえ拓也くん、これが最後のお願いです。君は月夜に光り輝く。拓也くんのせいで私もう生きたくてしょうがなくなっちゃった。